BE-3 は、ブルーオリジン社によって開発された、液体水素、液体酸素系の液体燃料、ロケットエンジンである。エンジンの開発作業は2010年初頭に開始され、2015年、初頭に受領試験が完了した。BE-3 は、ニューシェパード弾道飛行ロケットで2015年から、使用されているほか、ユナイテッドローンチアライアンスが2020年代に、 打ち上げを予定しているバルカンドケットで2段目の先進極低温発展型上段に使用が検討されている。2013年1月、同社は新型の液体水素、液体酸素を推進剤とする極低温度ケットエンジンである BE-3 の開発を発表した。原型のエンジンは水力 440KN で初期の燃焼室の試験は2013年2月半ばに NASA のステニス試験センターで実施を予定すると発表された。燃焼室の試験は2013年に実施された。2013年末に BE-3 の実際の飛行を模した、惰性状態と出力を下げた状態の実証、最大出力、長秒時、再着火をすべて1回の試験シーケンスで実施を伴う弾道飛行での全時間での燃焼試験は成功した。 NASA は試験の動画を公表した。2013年12月以降、ブルーオリジンは海面高度に近い地上試験での試験に基づいて更新されたエンジンの使用を発表した。これはエンジンが最大出力時に水力 490KN を生み出すことを実証し、特定の打ち上げ機で必要かもしれない制御された垂直着陸のために2 5 0 0 0 l b f まで、 水力を下げることに成功した。2015年4月に最大出力の20%というより、幅の広い出力調整最小水力89、KN を含む試験を踏まえて最終的なエンジンの使用が発表された。2013年12月時点においてエンジンはテキサス州ファンホーン近郊のブルーオリジン社の試験施設で160回以上の指導と、 累計9100秒の運転を実証した。縮小版のブースターによる実際の弾道飛行を模したエンジンで BE-3 のさらなる試験は2014年に完了した。エンジンの地上試験は2015年4月に450回以上で累計500分以上の燃焼試験を完了した。ブルーオリジンはニューシェパードの最初の飛行試験を2015年末に開始する予定である。 2015年4月29日にニューシェパードの最初の飛行試験を実施して高度93,500メートルに到達した。2015年4月現在、ユナイテッドローンチアライアンスは2020年代の打ち上げが予定される新開発の裏のバルカンの2段目の先進極低温発展型上段で BE-3 の使用を検討中である。バルカンは2019年に 既存のセントール上段ロケットを使用して、機動飛行を開始予定で2023年に飛行予定の A 説上段では2019年以前に、多様な製造会社の3種類のエンジンから選択することが期待される。海面高度版のエンジンの開発は2015年、初頭に完了し、ブルーオリジンは宇宙空間で運転する真空仕様の開発を発表した。BE-3 は、 主燃焼室からエンジンのターボポンプを駆動するために少量の燃焼ガスを抽出するタップオフサイクルのポンプ供給式エンジンの設計を採用する。ありがとうございます。